東前です。気持ちいいですね。今回ですね、もう動画でですね、めちゃくちゃ出ているステッドラのシャーペンですね。こちらはですね、まあ、好きすぎているペンの中でも紹介しましたけども、まあ、頻度が非常に高いです。というのは、やはり絵を描くのに最高のペンだと私の中では思っています。この軸の太さ、そしてこの軸の長さ、そして距離、これらは全て私の感覚にフィットしているので、こちらをちょっと再度紹介したいなと思います。ではスタート。はい、こちらですね、ちょっと見た目はおもちゃっぽいような感じなんですけども、このサイズ感、そして軸の太さが非常に心地よく私のスケッチおよびアイデアを湧き出してくれます。ちょっと長さを測ってみますね。ワイドがですね、長さがですね、この消しゴムを抜いて赤い部分までが13センチ7ミリぐらいですね。そしてこちらの軸がですね、このような三辺でできています。つまり三角形ですね。で、こちらの太いところ一辺ですね、で1センチ5ミリぐらいでしょうかね。そして軸のグリップの長さが3センチ、そしてグリップの中心からペン先まで3センチ5ミリで作られてますね。最初ですね、ここにはですね、クリップがついていました。このクリップはですね、どうしてもこのスケッチをするときにここに当たるので邪魔なので取ってしまいましたね。取ることによって非常にどこでもこう回してどこのでも描けるという形になっています。絵を描きたくなる時間ではこのペンを回さないでくださいということを言ってますけども、スケッチ、絵を描くときにはですね、太いライン、細いラインを考えながらケースバイケースで使うため、描くため、これをくるくる回したり削ったりして愛用するので、こちらのクリップは全部取っ払ってますね。久々にこちらの国沢ノートを持ってきました。こちらもですね、動画でアップしています。このサイズ感とか非常に心地よいので、ぜひ皆さんも店頭でこの持った瞬間、質感も含めて心地よいのかなと思いますね。この分厚さも結構好きなんですよね。そして打ち合わせに使ったりしています。そしてこれがあるのは非常にいいですよね。ちょっと書いてみましょうか。芯は 1.3 ですね、太めです。でちょっとまあほとんどスケッチしか使わないシャーペンなので、文字はこれはまあ書きづらいと思いますね。ほとんどですね、このグリップを持って描くっていうのはなかなかなくてですね、やはりここのこのぐらいの感覚で、持ってですね、まあ、グググッと押さえてラインを引いて薄くして、そしてまたグググッとして絵を描くシーンが非常にいいですね。これはあれですかね、軸が
三角形でできているので、だいたいこういう感じで持ってますね。ということはこちらに、まあ、指が当たって、指が当たって、そして中指がこうなってるんですかね。こういう感じでしょうか。ですから紙は下にありますので、この2面で筆圧が加わるっていう感じになりますね。だから非常に安定感、文字の安定感ではなしに、このラインを引く時の安定感ですね。ググッとグッとしてグッと押すという、この時にこの2つの力が鞭策にきちっと伝わっているのかなと思いますね。分散しないっていうんでしょうかね。まずは全体を想像して器をどこの位置にするかっていうものを考えますね。サラサラと書いて当たりを取ります。こういうのをですね、書いてですね、サラサラっと、水彩ペンで書くと、また一つの、旅の思い出とかですね、なって、非常にそういうのやりたいなと思ってます。はい、芯は 1.3 でですね、このように特殊な機構になってますね。これはですね、ここまで消しゴムが入っていて、これを伸ばすと、どんどん使えるって感じですね。これはですね、旅先でとかスケッチでもそうですけども、打ち合わせ時にこれだけ消しゴムがあると非常に安心感があります。これをこの消しゴムをガンガンに使いますね。そして軸の中はこういう感じですね。結構多めに芯は入っています。ここの芯の中が細いのもありますよね。そうするとすぐ芯がなくなったり、打ち合わせ時に芯がなくなったらちょっと大変なことになりますね。スケッチの時はこのぐらいで芯を出して描きますね。やはり 1.3 なのでこれだけ出しても結構折れません。非常に快適に描けます。こちらはですね、私に非常に合った一本ですね。この長さ、フィット感、そしてギュッと握った時の本当に合う合わないがあると思うんですけども、心地よさっていうのは非常に満足しています。この1本以外、他にはちょっとこれほど合うペンはないかなと思いますね。こちらと、出会った、時はですね、もう本当にこれを探すまでにいろんなペンを、持ちました。 0.7 から始まって 0.9、1.0、1.2、そして 1.8、2ミリもありますね。いろんな種類のペンはあるんですけども、やはりこの 1.3という、筆圧も含めての、非常に合った一本がこれだというものを見つけました。これとは、いろんなところに行きましたね。現場にも行きましたし、私がデザインしたところにも一緒に行きました。これからもですね、もっとこのペンをしっかりと握ってですね、
もしこの動画が良かったなという方はいいねボタン、そしてチャンネル登録もお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。